はい。魔法を使ったリアルマインクラフト。シダデル・フォージ・フィス・ファイア。っていうね、合ってんのかこれね。スチームでね、出たばっかりのサンドボックスゲームを買ってみたんでね、プレイしていきます。まあ、PVE でいいかな、まずは。ちょっとお試しでプレイし、一人でプレイして、まあ、慣れてきたらどっかのサーバーにでも行きましょうかね。なんだこれ。オプションか。フライングイズフリー。この辺はもうデフォルトでやろうかな。なんか、経験値だけちょっと増やしておこうか。なんだろうね、このゲーム。アークサバイバルエボルブドとか、ラストとか、あっち系だけど、銃とかは一切出てこなくて、代わりに魔法を使えると。そういった感じのゲームらしいですね。まあ、まだなんか情報とかも全然持ってなくて。お、キャラクリエイト。あんま種類はないかな。まあ、なんでもいいか。髪の毛、単発にしようかな。短めで、肌は色白。髪の毛白。で、目は青でいいかな。まあ、これちょっとね、買おうって思ったきっかけなんだけど、まあ、なんとなく新作のゲーム探してて、で、まあ、ムービー見た時にね、直感でちょっとやってみたいなって思って、買ったって、それだけですね。まあ、ほうきに乗って飛んでるのがね、ちょっとかっこよかったんで、ね。なんで、まずね、まあ、目標としては、ほうきを作って飛ぶってとこまで、まあ、多分作ったり入手したりするのかわかんないけど、ほうきで飛ぶってところをね、まず第一目標にしようと思います。で、なんだこれ、なんか、生き返ったのかこれは。お、なんだこれダメージ食らわない？こんなとこにいて。熱そうなんだけど。お、おー、なんか、いいね。スカイリムっぽいな。景色がいい。そしてスカイリムっぽい。なんだ？プレス、I to open the image。まあ、I ボタンを押したら道具開きますよとか、そんなんでしょ。で、チュートリアルっぽいのがあるのかな？お、なんか、池があるぞ。青と赤の池がある。なんだろうね。まあ、大体のこういうファンタジー系のゲームにおいて、青は魔法で赤がライフだと思うんだけど。使ったら回復とかするんでしょ。これ K。ナリッジ。コスト。ラン。あ、これ覚えて使うって感じか。ちょっと、8、ああ。一番ダメージが高いけど、魔法の要素を持っている。スタッフかな？ちょっとこれ欲しいね。これを覚えましょう。で、これを覚える。お、なんか光ってるな。インベントリーない。ウェポン。あ、あった。で、これを集めてこいと。まあ、サンドボックス系はね、結構やってるんで、だいたい床に石と枝は落ちてるんですよね。だいたいね、斧とか作ったら今度、その斧を使って木を切り倒していくみたいな。そうすると木がたくさん取れるんだよね。さあ、集まったんで、作ってみましょう。なんだこれ、ヘルスマナ。できた。で、これを、装備すると。おー、杖を作りましたよ。スタッフ。アイテム、ユーティリティ。なんだこれ、ストラクチャー。あ、魔法ってこれで覚えんのか。これなんだ、スタッフ？ワンド？スタッフだね。スタッフを持っているんで、これかな？まあ、これ適当に覚えちゃいましょう。ファイヤーボール。さあ、使ってみよう。てか、どうやって出すんだ、これ。あれ？なんか、セットとかしなきゃいけない？あれ、スペルメニューとかあったっけ？あ、あった。で、これを？あ、なるほどね。一個の武器で、2個までしか魔法使えないのかな。出るって。おー、かっけえ。すげえ、なんか、一番弱い魔法とは思えない。かっこいいな。ズコーンっすね。で、ここに入ると、まあ、長回復する。あー、予想通りっすね。まあ、赤いとこは絶対ライフで。なるほどね。ファイアボール。
次何したらいいんだ。なんかいろいろあんな。とりあえずね、ファイヤーボルト覚えたんでね、これを使って動物を焼き払いに行きましょう。まあね、肉とかね、食料とか集めなきゃいけないんで、この手のゲームは。てかあれだな、お腹減りましたゲージがないけど、こういうお腹減る要素はないのかな、もしかして。まあいいや、せっかくね、覚えた魔法は使わなきゃ意味がないんでね。敵を探しに行きたいが。お、三人称視点できた。なんかキャラグラフィックは随分と荒いね。景色は結構いいんだけど、キャラグラフィックはもうだいぶしょぼいぞ、これ。まあいいや。お、なんか、すげえ、景色がいい。何、初期エリアってなんか守られてんの？ん？泳いでる。泳いでんのか、これ。水の上を走って。いた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 。ほら、ほら、ほら。お、倒した。弱いな。普通の動物かな。さて、何を持っているのか。革か。なんかきっと防具とかに使うんだろうね、革。おー、景色がいいね。めっちゃ景色いいな、これ。で、クリスタルとかを拾っていく。なんだこれ。B とか押したらなんか出てきた。レベルが上がってるんで、ヘルス。なるほどね。5まで上げないと何もできないんだな。とりあえずレベル上げなきゃ何もできねえな。10、15と、なんかできることが増えるみたいだね。ほうきじゃね？この左のやつ。これほうきだ。これですね。レベル10か。まず10まで上げなきゃダメだな。どうしよう。敵とか倒してレベル上げればいいのか。ちょっとね、石とかも取っておきたいんだが。石取れない。なんかいる。狼いるぞ。どこまで当たんだ？遠距離。遠距離から狙っていくか。当たるか。ほら。当たった。当たった当たった。結構飛距離あるね。おー、倒した。そしてレベルが上がる。なんだ、バチバチって言ってる。ほらほらほら。お、なんか撃ってきた。ビーム撃ってきた。すげえな。魔法で応戦してくるんだ、こいつ。なんだこれ。もう目でかっ。なにこれ。すげえな。これ倒してよかったのかな、果たして。妖精っぽいんだけど。で、狼。白いワンちゃん。ワンちゃん倒して、皮を剥いでいく。また妖精いるね。あいつ倒しとくか。やべえ、なんか撃ってきた。おー、危ねえ。間一発でかわしたよ。で、目のでかい妖精くんを。エッセンス。どっから燃えてんだろうね、あんな。レベル6じゃん。なんか覚えれないか。なんだこれ。プロテクション。ヘイスト。速度か。エクストラクト。なんかこれ木から何、なんか取るの？ちょっとこれ覚えてみようか。で、スペルをつけて、右クリックか。あれにいいか。なんだこれ。木取ってる。すげえ。なんでこうやって採取すんの？便利だね。斧使ってゴリゴリやんなくてもいいの。岩も取ってる。すげえ。マジで。アークだと木は斧で切って、岩はピッケルで叩くんだけど。これめっちゃ便利じゃん。しかもなんか耐久値減る様子ないんだよな、これ。遠距離から木を採取していく。これに慣れちゃったらなんか普通のやつできなくなるかもしんない。あんま遠いとダメなんだな。なんだこれ。
ああ、なんかいい、雰囲気がね、いいですね。あ、ちょっと待って、クマいる。あいつ倒せんのかな？ちょっとやめとくか。石を採取して、ストーン。なんだこれ。あ、マッシュルームか。マッシュルームもゲットできんの。ああ、すげえ楽なんだけど、これ。右クリックをしながら移動してるだけで、素材が、で、今どこにいるんだ。なんだろう、このドクロマーク。剣、キャンプ、エネミーキャンプ。あ、これちょっと壊滅しに行こうか。で、なんかちょっと汚い湖に入って、いて、ちょっと待って、何これ。何これ、なんか食らったんだけど、しかも熊いるし。ちょっとやべえな。なんだかわかんねえやもん。いやー、どうしよう、あの熊。倒しちゃう。倒すか。ほら。ほら。ほらほら。ほら。走ってる。熊が走ってる。ほら、ほら、ほら。死ね。ほら。ほら。強えな。熊。あ、倒した。クマ倒したよ。ああ、川ね。なんか使えるやつないのかな。お、なんだこれ。マナ。回復。これもマナ回復。マナ回復。もうこれライフか。じゃあちょっとマナ回復をスロットにぶち込んでおくか。あ、なんか暗くなってきたよ。お、なんか暗くなったら一段と雰囲気がいいね。うわ、またクマいるし、ちょっとあれ付き合ってらんねえな。やめよう。ちょっと移動しよう。で、マッシュルームを回収しつつ、目的地に向かって進む。お、なんか、狼が走ってるぞ。お、これは？あ、これがルーンクリスタルか。ちっちゃいの拾ってたもんな、さっき。いや、楽すぎる、これ。採取が楽すぎる。いて、なんだ？おー、ワンちゃん。さっきのワンちゃんの家族か？よし。あ、毛並みがいいワンちゃん。焼き鳥って言っちゃったよ。犬なのに。焼き狼をいただきます。で、木を採集していく。あー、これ便利だね。いいね、これなんか。木を採取しながら移動できるって最高なんだけど。なんだあれ。なんだなんだ。なんかいかにもな感じの、スカイリムっぽいオブジェクトを発見。どうしたんだ。なんかやってるぞ。お、なんだこれ。デスウィーバー。あ、強いなこれ。ライフ992。これちょっと、触んない方がいいぞ、今は。デスウィーバーとか絶対やばいでしょ。死神でしょ。あ、いいね。鹿がいるんで。なんか覚えた方がいいのかな。マナブラスト。いらねえな。マナシールド。ライトニングボルト。パシフィ。なんだこれ。パシフィ。ヒールビーム。手でき、あ、これあれじゃない？なんかムービーにあった。物を掴んで投げるみたいな。まあいいか。おー。あ、なんか夜すげえな。幻想的じゃないの、これ。この景色。なんかマッシュルームも光ってるしね。いいね。雰囲気がファンタジーだ。どこ行けんだ。とりあえずなんかよくわかんないオブジェクト発見したんで、そっちに行ってみようか。おお、なんか空がめっちゃ星いっぱいある。ほらー、おお、やべ、めっちゃ降ってきた。さあ、目のでかい妖精からアイテムを奪っていく。あれ？あ、持ち物いっぱい。
どうしよう。木とかこんなにいらないか。ちょっと捨てっか。15個ぐらいドロップして、エッセンスを拾っていく。三人称視点でもいいかもね、これ。酔う人とかは。お、レベル上がったぜ。レベル8。あと2上がったら、本気作れんじゃないか。で、なんだあれ。あそこにもいかにものオブジェクトがあるぞ。あ、敵がいるね。なんか人がいる。でも、あ、270。こいつ弱いぞ。何人いる ?1 人、2人、3人、奥に1人、4人か?ちょっと距離を取って、遠距離から狙撃をしていく。ほら、ヘッドに弾を当てて、ヘッドショット判定ないな、これ。痛え、なんだこれ。なんか食らった。お、なんか相手魔法ってきてる。いいね、魔法合戦だ。ハリーポッターですね。ほら。おっと。偏差打ちしないと当たんない。よし、止まってる。今のうちに、火を当てていく。レベルがアップ。何持ってんだ、こいつ。なんかダークエッセンス。まだいるよね。あ、いるなぁ。こいつルートして、骨。二人いる。ほら、ほら、ほら、ほら。あれだね、味方が、こうやってボコボコにされてんのに、後ろのやつ微動だにしないんだけど。気づいてるよね、さすがに。あいつ。一方的に燃やしていく。全然動かねえんだよな。あれ、倒した倒した。で、何持ってんだ?ダークエッセンス。あ、同じか。これ人間なの?もしかして。人間倒しちゃった?これまずいのではないのか。まあ、NPC だからいいか。で、何これ?ああ、でもなんか、生贄取ってるから、悪いやつなのかな?アイアンインゴット。なんか変なネックレス取った。ちょっとネックレスって何?装備できんの?レベルは足りない。ダークエッセンス。まあ、こんなもんかな、ここは。なんかこれ採取とかできないのかな?ほら、上の玉っぽいの。こう、チェーンとか外したらいいのかな。壊れないよね。どうしたらいいんだ、これ。終わり?何も回収できねえしな。もう終わりかな?とりあえず、ここは。ま、次行きましょうか。あ、めっちゃ夜だな。夜だけどなんか結構明るいね。お、熊か。ほら。あ、外した。くっそ。見てから避けやがった、あいつ。なかなかやる。おい、真正面にこっち向かってきてる。ちょっと木の影を使って。ほら、危ない危ない。遅い。ゴブリン。なんか撃たれたな、今。めっちゃ逃げてる。くそ、弾速が遅いんだよな、俺。結構なに、NPC 頭使ってるな。当てた当てた。よし。くそ。なんだこれ、距離の詰め方がなんか上手いんだけど。そうやって距離詰めんの?君。金の影を使って。ああ、なんかこれ、頭いいな、この、こいつ。オーケー。ほら、倒した。お、レベル上がった。10じゃん。あ、ちょっと待って、狼いるから、下がっとくか。
レベル10になったんでね。ついに新しい魔法を、魔法使い。なんだこれ。なんか設置系か？これですよ。これを作りたい。これこれこれ。革がないか。レザーがあと1枚。レザーは？作れる。あ、なにこれ？テイローリングベンチってのがいいの？ちょっとライフとか適当に上げといて。どうしようこれ。あ、なんかあれか。ダイとかいるのか。さっきのスキルのやつかな。さっきのスキルのとこにあったんだよな。これか。これちょっとじゃあ覚えて。で、さっきのあれか？設置の建築にして、で、これマジック。どこにあるの？スモール。これじゃねえ。マジックの、これ破壊か？ラージ。こっち、これ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 。これを作って、設置したい。この辺でいいよね。材料も、あ、材料が足んねえか。あとあれかなんか、土台がないとダメかなもしかして。ちょっと土台を作ろっか。せっかくなんで。で、これじゃないな。うっと、これか。で、これを適当にここに作る。よし。木がちょっと足んないんでね、集めて、余ったら上にテイローリングスペースを作ると。あ、いいね、なんかあれだね、サンドボックスしてますね。ここか。あれ、木が全然足りないな。30個か。まあね、黙ってるだけで回収できるんで、右クリックして。あれ？ちょっと待ってよ。持ち物がいっぱいだな。よし。で、マジック。ラージ。これを設置すると。お、いいね。できた、できた。できた、できた。で、あれ？あれ？ちょっと待って。ほら！うわ、マジか。結構難易度の高い家にしてしまった。で、どうすんだこれ。ウェポン。インベントリー。ん？レザーを作ればいいんでしょう。で、レザーを作りたいが、あ、これにアクセスして作るってことか。うん、できた。はい、あれ？なんだこれ？ワークベンチ？あ、これ。これ違うな。ワークベンチじゃないな。なるほどね。ワークベンチを作んなきゃいけない。どれだ、ワークベンチって。あ、あった。これまず覚えて。で、こうか。で、ここで作ると。よし、ワークベンチ来た。まずあれか、レザーを作んなきゃ。レザーを2個。もう1個。よし。お、いけますね。お、作ってる作ってる。ちょっと箱に全部ぶち込んどくか。ああ。あ、こっち来てる。くそー。間に合うかな。
こっち歩ってきてんだけど、森の巨人が。なんで今来んだよ、お前よ。そう、ちょっと離れるか。なんか見つかっても嫌だしな。いや、変なとこに家作っちゃったかな。あんなのが湧くとは思ってなかったよ。あ、巨人が。あれ、なんかこっち向いてない？巨人。ちょっと待って、ちょっと左行ってみよう。なんかこっち向いてる気がするんだよ。気のせい？振り返った。よしよしよし、そのままどっか行くんだ。いや、巨人なんかああいう風にトロトロ歩ってるけどさ、俺見つけたらものすごいスピードで走ってくんだろうな。あれ、何これ？こんな低く立てられんの？最初からこの高さでやりたかったんだけど。マジ？なんだ、なんかボタンで変えれんのかな？よくわかんなかった。なんかここに家作ってもいいかもね。お、マジ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何あいつ。めっちゃ速いんだけど。おー、びっくりした。すげえ走ってきた。怖え、巨人怖えんだけど。めっちゃ走ってきたっしょ、今。何なんだ、あいつ。ほんと脅かすなよな。お、いいね、ついに、ほうきできたんで。ちょっとこれを装備して。で、F ボタンかな。おー！おー、すげえ。飛んでる。あ、いいね。プテラノドン乗らなくても飛べるよ。すげえ、すげえ。あ、でもマナーがめっちゃ減ってる。もうなくなったら落ちるでしょ。これもうあれだ、全部突っ込んで。ちょっとこれでね、向かいの、どこだっけ？なんかあったんだよな。あ、巨人が走ってる。なんかみんな普通に生活ってものがあんのかな。なんか自由に動き回って。おお、なんか。設置しただけでレベル上がったぞ。ああ、なんかこういうインゴットを作れるんだね。ほうほうほう。なるほど。さあ、ほうきに乗って、空を飛ぶ。おー、いいね。すげえな、どこまでも飛べんじゃないの、これ。ちょっとマナが、おー、めっちゃ食らった。どこ行こう。あ、あそこ行くか。ちょっと夜が明けてきたんでね、移動を開始しましょう。する。たまんねえな、これ。お、もう上なんで、ちょっと、ほうきを使って飛びますか。上に、飛んで、お、なにこれ。すげえ。到着。お、なにこれ。弾があるよ。アンロックファストトラベル。あ、アンロックした。これ何？もしかして、あ、この塔のとこで飛べるってやつか。なるほどね。そういうことね。ただの移動用の塔ってわけか。あ、階段ついてる。これ普通に飛べなくてもいけるやつじゃん。
はあ、宝箱とかないの？ここは。なんもねえな。なんもないっすね。敵とかもね、完全にセーフエリアだね。なるほど。とりあえず今日こんなとこかな。ちょっと次回はあれだね。なんかこの辺の周りのキャンプを制圧していきたいね。なんかもうちょっと攻撃魔法とかいろいろ覚えたいんでね。敵を倒してレベルを上げていく。次はそうしましょう。ではね、本日は以上になります。